大田正隆は、日本の政治家。公明党所属の前衆議院議員。長野県長野市出身。長野市立セリ田小学校、長野市立桜が、岡中学校を経て、長野県長野東高校を卒業後、創価大学法学部に進学。大学卒業後に、地方公務員として、長野市役所に入庁する。市役所を退庁後に、長野市議会議員から、 長野県議会議員を経て、2017年10月に第48回衆議院議員総選挙に、比例北陸新越ブロックから立候補し初当選を果たす。2006年4月に防災士の資格を取得。妻、母と二人の息子がいる。口述の不祥事により、2021年10月の第49回衆議院議員総選挙には、立候補せず一期限りで退任した。 東京地検特捜部は2021年8月4日、公明党の吉田信弘と大田の議員会館事務所に家宅捜索に入った。両議員の元秘書二人が登録貸金業者となって、いないにもかかわらず、政府系金融機関というしさきの仲介業務に関与した貸金業法違反の容疑によるもので、二人の元秘書は仲介業務で多額の報酬を得ていたとされる。 貸金業法違反の疑いがある二人のうち一人は、遠山清彦が衆議院議員時代に秘書を務めていた。もう一人の太田の元秘書は、漆原吉夫元衆議院議員の秘書を務めていた。8月30日、同県の責任を取る形で同年秋までに、予定される第49回衆議院議員総選挙への公認を辞退した。 大田は、私の秘書が行っていたことを私自身が認識できず、主直の手を煩わせてしまったことは誠に、忸怩たる思いであり、監督責任を痛感しているとのコメントを出した。ありがとうございます。